8回9回までの反撃あるか。 DeNA ベイスターズは代打が出ます。大和が起用されました。さあ突破口を切り開くことができるんでしょうか。大和規則正しい出塁をというコメントも来ております。さあ相手は佐藤俊介に勝っています。得点圏という、ね、イメージは確かに強いんですが、さあの先頭ランナーいない状況ではどうでしょうか。山本が出ますとまたプレッシャーをかけることができます。も非常に今シーズンそのボールの力というのが際立っています。ただボール先行です。強力な上位にまずは回していきたい大和。レフトに上がりました。打球が伸びていく。下がってどうか。フェンスダイレクトになりました。ヤマト。ゆっくりと二塁に向かっていきます。スリーベースヒット。八回の裏、まずは代打ヤマト。ちょっと今風は逆か。それでもよく伸びていきました。雰囲気を変える一打になりました。笑顔です。いや、ここはベテランの。この一振り。もう少しでという打球でした。一番上です。まだランナー残った状況で佐野が入ります。考え方ですがホームランでね。1点入ってランナーなしよりもこの方がという考え方もできます。さあ佐野です。打っていく。1、2塁間やりました。3塁1塁です。 DeNA ベイスターズ2振りで大きなチャンスができました。また盛り上がり、拍手が大きくなります。横浜スタジアムです。いや、大和のツーベースから今度は佐野。さあマシンガンあるんでしょうか。これぞ1998年の復刻ユニフォーム、その当時の雰囲気が出てまいりました。どこからでも得点ができる。さあ2番の関根です。強いこの横浜スタジアムでよく打っています。関根、まあ、佐藤投手もまだ2年目、リーフとの失点の経験というのもまだありません。今シーズンからです。マシンガン打線の再来なるかというそんなコメントが今盛り上がっています。さらに続けるか。このスタジアムの雰囲気です。いや佐藤にはプレッシャーをかけます。ここスイングを仕掛けていきました。まあまり見ることがないピッチャー相手ということになりますが、関根、いやすごいですね、この横浜スタジアムの雰囲気、歓声全くもって変わりました。今シーズンは対左も3割4分というアベレージ。おっと、ただこれ追い込まれます。
ずはこの関根で得点が入るか。ちょっとまっすぐへのイメージというのがねかなりあったかもしれません。ここからスタイルを変えて粘っていけるか関根のバッティングです。そのスライダーに当てます。今よく当てました。これでスライダーに関してはある程度軌道のイメージができたかもしれません。3割4分7厘という現在のアベレージ。を続けるのか。詰まった当たりだ。ピッチャーゴロ。ピッチャー弾いているが、あーっと取れました。切り返ってくる。ミスが出ました。ライオンズ。そして関根がトップ挟まれているが戻ることができるか。セーフです。戻りました。1点入ってなおもノーアウトランナー3塁1塁。ピッチャーの駒佐藤の一塁悪送球。そして三浦監督が今手前に来ました。ちょっとお互いバタついたプレーにはなりました。審判団が今協議を行っています。審判に当たったというよう なプレーになったでしょうか。よく戻りました関根です。三浦大輔監督も今状況の確認に一塁ベースまで向かいました。これどういった判断になるんでしょうか。なかなかないケースではあります。今審判団の協議が終わりました。では責任審判サードの敷田、これからマイクを使って説明に入ります。行きましょう。三塁塁審敷田です。ただいま一塁審判と接触がありましたがインプレー、走者は一塁三塁再開いたします。今のプレーです。ああ、これ完全にぶつかりました。ああ、一塁塁審の小林、これで二塁に向かいかけたんですが、この後のプレーです。ああ、ただこの後よく戻りました。ちょっと珍しいプレーにはなりました。ピッチャーのエラーです。その後の走塁。ただこれってまだノーアウトランナー三塁一塁という状況でピッチャー変わるようです。埼玉西武ライオンズ。いやただこれ今ねコメント欄も溢れてます。よく戻りましたよね関根選手。そうなんです。確かにこれ戻らなかったらどうだったんだっていうのもねまたちょっと気になりますが、インプレーというような判定が今説明されました。さあピッチャー変わります。ああこれキノコが出てきました。さあこちらもパワーピッチャーというキノコです。キノコではありません。キノコです。キノコ投手がこちらもツーシーム系動かしてくるんですが、宮崎真希というミートの対戦です。いやただ大和選手のツーベースが非常に大きかったこの回。ただがついて関根の打球、相手がエラーをしてくれました。さあ宮崎真希外です。さあこの後の展開皆さんどうでしょうか。いや厳
ノコマークが今すごい来ておりますが、キノコです。キノコですのでね、キノコマークちょっと今来ておりますが、はい、いやこの後熱い展開というのが予想されます。さあまずはこの宮崎がどんなバッティングをするか。今日はまだヒットがありません。さあどういった期待があるんでしょうか。これの宮崎です。ああ3者連続ホームランというね、今コメントもありますがどうでしょうか。風は右中間方向です。まずはこのね宮崎で1点というのは間違いないんですが、その結果がどうなるか。ライトスタンドへという期待も高まります。まあ、これがやはり1998年のユニフォーム、なせる技ということになるんでしょうか。さあチャンスです。逆方向にホームラン。さあこの相手にどうでしょうか。宮崎です。ティノコがマウンドに上がっています。内野は深めの守備位置。一発すればたちまち同点です。そうですね、宮崎選手がノーヒットで終わるというのはちょっと想定できないんですが、相手ももちろん不気味さというのはあるでしょう。ボールが入っています。おー、ツーボールです。2ボールからの入りになります。ちょっとこの相手の出方を伺うというような宮崎でしょうか。かなり引きながらというような今見送りになりました。さあこの3球でイメージ湧いているか。詰まってサードオーバー、やってきました。さあこれが来ている、そしてファーストランナー関根も二塁から三塁回ってこの止まりました。宮崎タイムリーツーベース、4対2。打線のつながりを見せました DeNA ベイスターズ。点差は2点です。さあこれからマシンガン打線本領発揮となるんでしょうか。横浜スタジアムでの強さ、交流戦でも見せています。体操が起用されています柴田です。その前のタイムリー、いやーこれかなり難しいボールですが内側よくさばきました。これぞ天才宮崎というバッティングです。よくこれ手を出しましたね、あのインサイドに。このツーシームが一番の持ち味というティラコにこのバッティング、これをされるともうお手上げというような形かもしれません。キノコ、さあ今度はセカンドランナー帰れば同点です。まだノーアウト、ビッグイニングなるか DeNA ベイスターズ。キノコもここはプレート外しています。ホームランが出ると逆転です。ゲームひっくり返すか。また手拍子が大きくなりました。一気にひっくり返すか。やはりこの辺りも様子見、手を出していきません。いやこの声の力、追い込まれます。なかなか停戦がない時にそのイメージを短い時間で掴むことができるか。現状セリーグトップ35打点牧。
内野も深めですので、まあ、ゴロでも1点が入ります。得点圏でも3割5分6厘、食らいつきます。ここは打点のチャンスを迎えました。まあ、内か外かというピッチャーです、キノコ。デスパーシャが出ればたちまち逆転。そうですね、ライトへの犠牲フライというのも最高の形ではありますが、とにかく牧でまずランナー返したい。逆球です、118キロ、球速出ています。フリックに跳ね返せるか。平降板後大きなチャンスが暴れました。詰まった当たりですが三塁ランナー帰ります。これで4対3です。牧の内野ゴロの間点差になりました。セカンドランナーはそのままワンアウトランナー二塁。打点はマークしています牧です。さあ、そしてここで代打が出ます。楠本が登場してまいりました。ここは外に変えました。楠本勝負に出ます。代打今シーズン2割8分6厘です。はどうでしょうか。このキノコ初球からいった、レフトの左だ、タイムリーになりました。帰ってくる、4対0から4対4、代打楠本鮮やかに初球同点タイムリーツーベース、追いつきました。 DeNA ベイスターズです。シーズンの勝負強さ、ここで発揮しました楠本。マシンガン打線の勢いはこれからです。でよくこれ初球から打っていきました。大人2人、代打の鉄則ではありますが期待に応えます。4対4です。4対0から4対4、いやベンチも牧が先頭になっています。さあガゼルマンもこれで負けがなくなりました。いやこれ以上ない展開です。さあ一気にこれで繰り返すんでしょうか。この回またダイソーが起用されています。セカンドランナー上里、さあ今度は桑原、この初球いくか、1球目は見送っています。流れ的にはもう DeNA ベイサーズこの回逆転、ファンは確信しています。抜けました。佐藤キノコここに襲いかかっています。今日はまだヒットがありません。桑原一気にいくか、恐るべき集中力。これはファウルにはなりました。
まあ、このファンの後押しというのもあります。交流戦でも変わりません、この横浜スタジアムでの強さ。4対0から4対4、7回まで完全に眠っていた打線が目覚めました。今年一番の清涼化というようなコメント。さあ、こう桑原のバッティングです。ピッチャーは抜けるがセカンド、この先さばいています。これで2アウト、ランナーは3塁に進んでいます。さあ、ただここで登場です、昨日のヒーローです、強打が打席に入ります。まあ、このチームに昨日は活力を与えました強打、今日は試合を決めるような一打が出るんでしょうか。1998年の日本一、背番号98、強打入ります。2日連続でのヒーロー登場なるか。初球から振っていきたい強打です。あとバットはスイングしています。佐野選手が優しくチームに迎え入れてくれたというような話も昨日していました。ヒーローインタビュー、みんながつないだこのチャンス。応援に応えるか、打席の強打。今度は見ています。今日もヒーローになってほしいというそんなコメントが数多く来ています。追いつきました DeNA です。終盤にドラマがありました。おお、これもバットが止まっています。バトルアイというねコメントもありますが、バトル打点、いろんなバリエーション豊富な久保田選手へのコメントが来ています。さあ、1本出るか、ボール先行。ああ、見ます。これで3-1です。あとは川下です。さあ、取ってリードを奪えるか DeNA ベイスターズ。多くというコメントもあったんですが、さあ、これで2アウトランナー3塁1塁です。いいつなぎになりました。そして戸柱が入ります。あ、ピッチャー変えますか。そして西武ライオンズ、いや、ここは平らなとなかなかアウトを3つ取ることができません。埼玉西武ライオンズです。誰が出てくるでしょうか。左の戸柱相手というこの場面です。クモン、佐々木、左、増田、平井、森脇、青山、ポーという右が控えています。また左という中では、まあ、実績もあります。クモン投手が今コールされました。そうなりますと DeNA はどうでしょうか。今日は伊藤がスタメン、さらには戸柱選手も現在出場、キャッチャー3人体制ですが、動きというのはあるんでしょうか。
じゃあ3人使い切るというのはなかなか勇気がいるというふうにも言われますが、ここをどう考えるか。 DeNA サイド戸柱、そして次がこの回代打で登場した大和という打順です。系統になりました。その他のタイムリーもありました。山木も内野ゴロうまくつないだというような打点、それぞれがしっかりと役割を果たしています。まあ、確かに7回まではね、非常に厳しい状況ではあったんですが、これだけ野球が変わる、流れが変わる面白さであり怖さです。さあ、戸柱がそのまた席に向かいます。戸柱、日本が出るんでしょうか。そうなんです、この回は、ね、大和選手のツーベースから始まりました。そこから一気に行きました。さあ、ここは戸柱、得点圏で3割5分7厘です。この大音量、応援に応えるが戸柱、初球外れています。強さを見せるか、次の戸柱です。ツーアウトランナー三塁一塁、この回9人目のバッターです。ここはツーボールです。このあとが大和、クモンも今シーズン1年目の合流が遅れましたので、今日がまだ2試合目の登板です。まあ、もちろんファイターズ時代には実績十分という中継ぎのピッチャーでもありますが、さあ、ツーボールからのスタート、ここは戸柱振ってくるか、ひっくり返すか、 DeNA ベイスターズ、あーっと、スリーボールです。さあ、これでバッテリーどう考えるか。このあと大和勝負ということになるんでしょうか。大和の得点圏というのも見たい気はしますが、スリーボールです。一つ見ます、2番です。逆転が十分に視野に入っています。ベイスターズファン、次は手を出してくるか、戸柱、いっぱいです。次は勝負です。このボールは手を出してもというような難しいゾーンでした。さあ、次勝負、スリーツー、ランナーもファーストスタートを切ります。4対4同点、セカンド
一塁はどうか、懸命に走る、セーフになりました。5対4勝ち越し、この回逆転 DeNA ベイスターズ、ゲームをひっくり返しました。これぞマシンガン打線、しぶとく得点圏、勝負強さを見せました、戸柱です。記録はヒットと最後送球エラーもありました。打点が記録されます、戸柱です。執念でここは運んでいきました。この先も守備の良さがあるんですが、このプレーよく走りました戸柱。お互い懸命です。一塁がセーフ、ただ送球される間にファーストランナーも三塁へ、エラーも重なっています。5対4です。どうだと言わんばかりの戸柱、まさに波状攻撃、ベースは1点リードに変わります。さあ今度はこの得点圏のレオマト、追加点が入るんでしょうか。何が起きても不思議ではないという今日のゲーム展開です。アゼルマンの後、リリーフ陣もよくゼロで抑えてきました。上茶谷、そして入江、これは正体のゴロになる、スリーアウト。ただ DeNA ベイスターズ、大和のツーベースから始まりました打線のつながり、一気に5点を取ります。5対4、1点リードに変わりました。